アンパチスマートインターチェンジは、岐阜県アンパチ郡アンパチ町中の名神高速道路、岐阜橋間インターチェンジ大垣インターチェンジ間にある、本線直結型のスマートインターチェンジである。アンパチ町などが計画していた、当スマートインターチェンジの連結許可申請に対して、2013年6月11日に、国土交通大臣が設置を許可した。2007年の計画当初は、 休止中のアンパチバスストップの路盤を有効活用し、建設費を抑えるため、名神高速道路の南と北それぞれに出入り口を設置する計画で、2011年の完成を見込んでいた。しかし、南側の出入り口が集落に近いことを理由に中畜住民の反対が強く、しばらく設置計画は進展していなかった。アンパチ町は2012年4月に、 北側の出入り口に一本化することを地区住民に提案し、2012年10月に開催されたアンパチスマートインターチェンジ地区協議会で実施計画案の了承を得た。新しい計画では、名神高速道路の本線上に接続路を加強することになるため、スマートインターチェンジとしては大規模なものとなった。この工事は、名神リフレッシュ工事の時期に合わせ、 2017年5月16日に夜間通行止めを行い実施された。当初は2017年3月、共用開始予定であったが、想定以上に地盤が弱いため工期が遅れた影響により、1年遅い2018年3月に変更となった。安八町内を東西に通過する岐阜県道18号、大垣市宮線は、長良川、伊比川に架かる、橋間大橋、 大垣大橋で朝夕に、慢性的な渋滞を起こしている。同様に、和野内町内を東西に通過する岐阜県道30号、橋真用路線も、大矢部大橋、福塚大橋で、慢性的な渋滞を起こしている。陸の孤島である安八町や和野内町において、東スマートインターチェンジの設置により、交通量分散と利便性向上、緊急時、 災害発生時の避難経路確保が見込まれる。また、安波地町は、山陽電気や低人などを誘致して発展してきた経緯から、渋滞緩和など物流面での利便性向上により、既存企業は、もちろんのこと、さらなる企業誘致の促進につながると期待されている。2018年3月24日、供用開始された。 利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。上下線ともに出入化となっている。ありがとうございます。